阪神高速道路公団は、かつて存在した、特殊法人。阪神高速道路公団法により1962年5月1日、設立され、阪神高速道路を建設、管理していたが、2005年9月30日、日本道路公団等、民営化関係法施行法により解散。業務は、日本高速道路保有、債務返済機構並びに、 阪神高速道路株式会社に引き継がれた。国土交通大臣から指示された基本計画に従って、都市計画に定められた有料の自動車専用道路の建設・管理を行った。基本計画とは、具体的には、路線名及び管理の区間車線数設計速度連結位置及び連結予定施設新設に関する工事に要する。 費用の概算額その他必要な基本的事項を言う。公団はこれらを踏まえて策定した工事実施計画書や料金及び料金の徴収期間につき改めて国土交通大臣の認可を受け建設、管理した。公団は事業の度ごとに国土交通大臣から予算等の認可、財務諸表の承認を受けた。一方、資金の借り入れのほか。 阪神高速道路再建の発行を行い、政府の貸付や債券引き受、け、さらには債務保証も認められた。公団に出資する地方公共団体からは建設費の補助がなされた。平成15年度末の資産合計は3.9兆円、負債合計は3.8兆円とされている。ありがとうございます。